セレフテオは、スウェーデン王国のベステルボッテン県にある都市。競技では、セレフテオコミューンの中心地区のことを、セレフテオと呼ぶ。北緯は64度、ボスニア湾に面しており、中心地をシェレフテ川が流れている。2008年の人口は7万1862人、地域は7217平方キロメートル。セレフテオ市には、銅や、鉄鉱石。 金などを算出する鉱山があり、ボリガニ AB 社などを中心に工業が盛んである。また、郊外に広がる、新葉樹林の森林資源を生かした林業、製材業なども盛んである。工業用エレベーターを製造するアリーマック社の本社がある。近年は IT 産業も盛んであり、ノースキングダムなどのウェブデザインを手掛ける会社も有名である。 アイスホッケーのプロチームであるシレフテオアイクの本拠地である。一番の見どころは1737年に建築されたというスウェーデン国内で最古の目標、レヨンストルームス橋。シェレフテオ教区教会に隣接する教会村はかつて遠方から礼拝に訪れた信徒のための宿泊施設。キャンパスシェレフテオにはルレオ工科大学、 梅尾大学のシェレフテオキャンパスがある。その他、平成21年6月21日に放送された NHK 環境特集番組セーブザ・フューチャー科学者ライブグリーンテックで未来を救えにおいて木造構層建築物の先進例として紹介された。シェレフテオ市の公式サイト。ありがとうございます。